高校で国語を教えて40年、分かりやすくて楽しいアクティブな授業で皆さんの国語力をアップします。今まで1万人近くの生徒を担当してきましたが、一クラス40人以上の生徒に教えるのはすごく難しかったなと思います。もっと時間をかけて話を聞いてあげられれば、面白さを伝えられたんじゃないか、悩みにも答えてあげられたんじゃないか、志望校にも受からせてあげられたんじゃないかという思いがあります。そんな中で印象に残っている生徒さんがいます。センター試験でマークミスをしてしまい、前期試験は不合格でした。でもどうしても受かりたい彼女は、最後の小論文にかけて毎日毎日文章を書き続けました。そして見事 E 判定からの大逆転合格を果たしたその時、私自身もこうした一人一人に向き合う指導がしたかったんだなと強く感じました。小論文だけではありません。国語が苦手だった多くの生徒さんも最後まで頑張って結果を出してきました。こうした生徒さんに教えてもらったことは、絶対に諦めないこと、そして挑戦することの大切さです。私自身この年齢になっても新しいことに挑戦し続けています。少しでも可能性がある限り、自分の力を信じて周りの人の力も借りて努力すれば、きっと夢は叶います。ぜひそのお手伝いをさせてください。